こんにちは。本日は福岡市中央区役員を歩いております。役員は天神の横に位置し、歩いて行ける距離にあります。カフェやランチなど飲食店が多いです。オフィス街でもあるため、お昼頃になるとスーツを着た方がご飯を探しに歩いているのをよく見かけます。今日はカレーを食べたい気分なので、カレーを食べに行きます。すぐ見つかりました。役員は何でもあるので助かります。カレーのトッピングが多いからテンションが上がります。チキン南蛮カレーを頼んでいるお客さんがめっちゃいたので、チキン南蛮カレーが人気なのかもしれません。辛さは無料で調整できるみたいです。少しココイチと似ていますね。サラダとスープがついてくるようです。メインのカレーを待ちたいと思います。来ました。チキンカツカレーに半熟卵をトッピングしました。辛さは普通辛しかないらしく、普通は中辛レベルとのことでしたが、極度の辛いのダメ人間のため、お子様レベルの甘口にしてもらいました。隣のおじさんも甘口を頼んでいたため、少し親近感が湧きました。がっつり美味しくいただきました。これだけ食べたら午後のお仕事も頑張れそうですね。チキンカツを食べて仕事に勝つ、なんちゃって。店内は狭く少し混むかもしれませんが、味は確かなので、人が少ない時間を見計らって行かれててはいかがでしょうか。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。